どうも、プロボーラーの加藤です。いつもありがとうございます。今日はローテーション、90度ですね、自分の方に向くような感じで投げる練習をしたいと思います。バックエンドでキレのあるボールを投げるにはローテーションがですね、自分の方に向くと奥バックエンドでキレのある曲がりになりやすいので、はい、その練習をしてみたいと思います。まあ、もちろん回転数必要なんですけど、まずはですね、回転数もそうなんですけど、ローテーションの向きで調整したいと思います。それでは早速投げてみます。
はい、まあ、こんな感じでウォーミングアップから練習してみました。手の動きをやはり覚えないとできないことなので、まずはゆっくり、小さなスイングから始めることですね。はい、いつもありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、よろしくお願いいたします。次回の動画を楽しみにしていてください。ありがとうございました。